はい、おはようございます。今回は外のダブルオール、真空断熱ボトルのご紹介しようと思うんです。もうよくある、まあ、断熱のものなんですね。チタンっていうところで軽いっていうこと、それから適温ボトルという言い方僕しようかなと思うんですね。よく皆さん持っていかれるときに、例えばザックの中にしまっていかれる、要は熱いお湯をずっと長いこと、熱いままで保温できるものがやっぱり一般的に性能がいいって言われるんですけど、確かに山の上でカップラーメン食いたいときに温度が下がってしまったら、でやっぱりちょっと戻りが悪いだけど、そこまでいらん。例えば僕がこれ一番今愛用してるのは、基本的に言うとハイドレーションで僕は水分補給するんですね。だからこうやってそのままでパチン、これハイドレーションキャッチっていう、これうちのオリジナルなんで必ずここへピチッと止まるんで、でこれをまあ使うんですね。でただやっぱり暑い季節はやっぱり冷たいものが欲しい、逆に寒い季節はちょっと暖かいものが欲しい。でその断熱って結局ね、まあ、真空断熱よく言われると思ってる、分かってはる方もおると思うんですけど、実際ねこういう状態でここはね真空断熱でもね、ここからは当然熱が逃げるわけですね。ですからこの開口が広いというデメリット、要は蓋の部分から熱が逃げる。ですから一般的な、まあサーモスにしても、いろんなボトル見てもだいたいこれがそんなに大きくはない。で山線ボトルなんかあったら2つ、要はここの本体と、キャップが2つっていうんですかね、ような状態にしてるでないと断熱がしにくいから。でこれはもうあくまで、このままの飲むための水筒ボトルなので、見ていただいてよくできてるのはほら、ネジが切ってないんです。どこに切ってるか、内側に切ってあるんです。で長い時間は持ちません。でも普通の、氷なんかを例えば半分ぐらい入れて、あ、まあ、ほぼ半分ぐらい入れていただいて水入れておいてもらって、僕はねこれをいつも大体愛用してるんですけど、メダリストクエン酸なんです。でこれを入れて、で300しか入らないのでそんなにたくさんは飲めないんですよ。でも例えばこれを僕入れました、でそこそここう飲む。で冷たい水ってやっぱりね体温が冷えやすいのでやっぱりいいと思います。で水だけでは当然だから塩分であったりとか取れないですから、こういうものはやっぱり持ってきていただきたい。で途中でね、例えばなくなりました、そしたらここでね、足すんです。で、先ほどのこれをてもらって、蓋を閉める。でここに入れといて、そしたらもう混ざってくれるしっていう。ですぐにこのまま蓋開けた状態でもう本当にすぐで飲める。で口当たりすごくいいんですね。これポリッシュみたいになってるんですね。ポリッシュ加工みたいな、ね、そうポリッシュ加工、そうね。でここはね逆に言うとちょっとザラザラした感じで、手のもなんて滑りがそんなにない、なんかすごく肌触りのいい。でただこれねちょっと欠点があって、キャップのこの締まり具合がうまいこと言ったらスッと入るんですけど、時々この合わないことがある。それがちょっと欠点かな。ちょっと慣れは必要かなと思います。であとはもう、このボトルで300しか入らへんのに9900円やったっけっていう値段の高さ。でもまあ軽量というところで言ったらこれで140、50ぐらい、150ぐらいまではであるんで、
こういう状態のところにつけとくにはすごくいいボトルだと思います。で、まあせっかくなんでちょっと、でこの入れるこのケース、これはまあグラナイトギアもたくさん、持ってはる方もたくさんいらっしゃいますし、でこれもね少し加工してるんです。これ大したことじゃないんですけど、これねこの取り回しをすることによってこれ輪っか広がってるからスッと入ります。でそのままこれで落ちることがないという、で外す時もこのままで片手で処理ができる。入れる時もこれ慣れたらね片手で入ります。で怖かった安全のためにはしとく。であとはこの手袋今ずっと操作してますけど、意外とこの手袋は今使いやすくって、でこれ通常ねですからちゃんと履いてもらってベルクロを内側に来てるのでストックの干渉しないんですよね。ストックのベルトが干渉しにくい状態で、これでするとしっかりと固まってくれて、でこちら側がメッシュの、人工皮革の結構強度のある生地使ってます。でタッチパネルこれ対応してます。でこれはでこれはイスカさんの商品なんですけど、それにこれを、つけてみました。これをつけることによって、はい、例えばねこのしっかり止めなくていい、例えば鎖場であったりとか、岩場でちょっとちゃんと握りたいときはロープなんか握りたいときは今度ちゃんと締めますが、この半分ぐらい締めとけばこのまま脱げるんです。でこのループがあるのでこのまま履けます。でさらに手袋って必ず脱いだら意外とどこへポケット入れても邪魔なし落としてるとかいろいろあって、このループをはいキャッチっていうんですか、こういうのつけてる作りました。でこれでつけておくと必ず手袋がここにある状態、すでになった時も必ずここに手袋がある状態のいうのための、これキャッチというパーツですから、こうやって簡単にこうやって外してそのままごめんなさい手を入れて、使える。まああとはねもういっぱいついてて全部説明できないです。でそういうアイデア商品もいっぱい作ってるので、よかったらまたこんなん困ってるんですって言ってきていただけたら、こんなんありますよっていうご紹介できると思います。今回はよいしょ外のダブルウォールの適温ボトル適温ボトルという言い方、すぐ飲めるボトルの紹介になりました。以上です。